韓国社ローラーアンクシ社はインド系カナダ人の監査官、国連職員である。2017年から国連開発計画の監査人を務めている。2021年2月、2022年1月からの任期となる国連事務総長の選出への立候補を表明した。現職の事務総長のアントニオ・グテーレスも2期名への立候補を表明しており、史上初めて 現職の事務総長に挑戦する候補者となった。選出された場合、史上最年少かつ初の女性事務総長となる。しかし、どの加盟国からも指名されなかったため、アローラの立候補が国連安全保障理事会で検討されることはなかった。アローラはインドのハリアーラー州で生まれた。アローラの祖父母は1947年のインド分割後、パキスタンからの難民として、 インドにやってきた。6歳の時にサウジアラビアに移住した。9歳から18歳までインドのボーディングスクールに通った。カナダのトロントにあるヨーク大学で行政学を学んだ。大学卒業後、カナダのプライスウーターハウスクーパースで監査人を務めた。2016年12月に国連に入り、2017年より国連開発計画で監査人を務めている。 国連に勤務する傍ら、コロンビア大学大学院で行政学を学んだ。2021年2月17日、アローラは正式に国連事務総長の選出への立候補を申請した。アローラは私たちは国連の目的も約束も果たしていない。私たちは使えるべき人たちを裏切っていると述べた。アローラは国連は無駄が多く不権主義的であり。 組織はその使命を達成していないと考えている。選挙運動に取り組むため、監査人の仕事は休職していた。元国連職員のエドワード・モーティマーは、アローラの立候補について、彼女には勝ち目がないだろうし、彼女自身もそれを自覚しているだろう。だが、彼女の選挙活動は、国連の運営に対する不満を示すための手段なので、あると述べた。 元国連人権高等弁務官で元アイルランド大統領のメアリー・ロビンソンはアローラが懸念していることの多くに私も同感であると述べた。アローラが選出されるためには少なくとも一つの加盟国から推薦される必要があった。彼女は193の国連加盟国すべてに働きかけたがそのうち10カ国からしか返事がなかった。アローラはこれらの国が 安全保障理事会の理事国や欧州連合からの報復を恐れて私を指名しなかったと語っている。アローラは2021年3月15日に母国の国連常任代表のボブレーと面会したが、その後、同志やカナダからの返答はなかった。現職のアントニオ・グテイレスは2021年6月に満場一致で再選された。ありがとうございます。